皆さん、今日の特別ゲストは、コツコツ日本語の水木さんです。2回目のインタビューになります。3月に水木さんの YouTube チャンネルでもコラボをしましたので、そちらもぜひご覧ください。そして今日は私のコミュニティ、Japanese Together のメンバーさんを招待して、公開録音をしています。それでは水木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。先日はお世話になりました。 いえいえ、こちらこそありがとうございました、うん。すっごいいい内容で、あの、私の方もリアクションとても、うん、あの、いいリアクションもらってます。うん、すごく安心しました。難しいテーマだったので、なかなか理解できるかどうか、ちょっと心配だったんですけど、うん、でもいいリアクションもらえて、すごく安心しました、うん。うん、よかった。本当にね、ああいう意見交換とか私大好きなんで、ぜひぜひまたコラボお願いしますね。<laughs> はい、お願いします。ありがとうございます。うん、で、ところで今日は、あの、土曜日に本当にお時間をいただいて、本当にお休みの時だと思うんだけど、ありがとうございます。いえいえいえいいい、問題ないです。本当にあの、うん、週末の水木さんのルーティンってどんな感じなんですか週末はですね、土曜日は仕事をしないと決めているので、大体そうですね、実家に遊びに、家族みんなで遊びに行って、 たりとか、<ー>ゆっくりしてますね。ああ、ほにじゃあ、<laughs> あの、ゆっくりする日にあの、本当にごめんなさい、時間や。いただくんだけどます。全<然>うん。全然全然よろしくお願いします。いますはい。あの、じゃあ、今日の早速トピックなんですが、皆さん、今日のトピックは、しつけです。しつけ。あの、みずきさんのコラボ動画、あの、私と一緒にやったコラボ動画では、ゆるい職場とか、叱られる、 っていうことについて一緒に話したんですが、まあ、今日のしつけというテーマは、実は叱るということにもすごくつながっているテーマなんですね。で、ちょっと説明があって、まあ、このトピックを選んだ理由がありますえ。実は私のコミュニティのブッククラブで、今、日本人の心がわかる日本語を読んでいるんですね。で、この本の第一章にはしつけについて、日本では子供が小さい時から 家の外のルールや他人への礼儀などを親が教えるべきだと考えられていると書かれているんです。で、このトピックを選びました。じゃあ、あの、水木さん、今日もちょっと難しい話になるかもしれないんですけど、<laughs> はい。でも水木さん、お母さんですよね。はい、そうですね。お子さんは今、何歳と何歳 えっと、上から9歳、6歳、3歳です。あ、そっか、3人でした。わあ、ね、忙しいお母さんですね。忙しいです。じゃあ、あの、このお母さんとして、しつけについて、なんか、水木さん自身、なんか考えがありますか、うん、そうですね。まあ、3人年齢がバラバラなので、まあ、それぞれ、なんていうんですかね。一定理解できることとでき、できないことがあるので、まあ、それぞれ、 違うんですけどまあ共通して言えるのが挨拶しっかかりすることかな、うん、それはうん絶対守らせているつもりなで。えっと先生に会ったら「おはようございます」とかそうですね保育園に朝登園するときに保護者のほかのお母さんお父さんに会ったら「おはようございます」っていうとか。うんうん 帰るとはさようならとか、まあとはありがとうとかごめんねとかそういう基本的な挨拶はやっぱりうん、うん、厳しくしてるっていうこれでもすごい共感できてあの私は、まあ、子供がいない夫婦なんですけどやっぱり自分が子供の時に何がやっぱり一番親が厳しく私に言われたかなっていうのはその挨拶ですね。 ありがとうございます。特にありがとうとか、ありがとうございますっていうのは、ものすごく厳しく、ね、あの、できてなかった時に叱られたことを覚えていますね。ううん、そうですよね。あとは、 ちょっと日本っぽいかもしれないですけど、他の人に迷惑かけないとか、ルールは守りなさいとか、やっぱり言っちゃいますね、言いますね。うんうん、いや、<laughs> でもそれは日本だからすごく大切なことだと私は思いますね。特になんかやっぱり親がそういうふうに伝えないと、やっぱ子どもに伝わらないかなと思うし。うん、そうですね。うん、そう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 。 あの、そのさっきのそのルール、じゃあこのルールっていうのは、じゃ例えばどんなルールですかうんと、まあ、本当に細かいところで言うと、例えば小学校の息子は、体育の日は体操服を着て学校に行かなければいけません。あ,あるんですか今。<laughs> そうなんですよ。学校って着替えないの、うん、あ、違うんですよ。もう朝から体操服着て。え、あ知らなかった。私の時代と違うな、分。<う> そうそう。それで、たまになんか体操服着替える、なんて言うんですか体操服忘れて普通の私服を着ることがあるんですね、朝。で、私が、え、今日体育でしょ体操服に着替えなさいって言うと、い嫌だ、もう着ちゃったからめんどくさいとか言って<ー>、嫌がることがあるんだけど、でもそれは学校のルールだからダメだよとか<ー>、<laughs> そういう細かいところから、ね、うん、まあ、あとは電車とかバスの中では、 ね、静かにしなさいとか、あと、そうで、レストランとかでも騒がないとか、まあそういう社会的なルール。うん、<う>面白い。そうか。だから、やっぱり日本人って子供の頃から、ね、先生や親にね、そういうふうに言われて育つので、なんかこう、 なんですかね空気が読めるようになるのかな <laughs> か、ね、<laughs> あ今静かにしなきゃみたいな。そうですね。面白いなじゃあ、でも今の話をお伺いすると、やっぱり一番本当に基本的なことですよね。気をつけてるのは、 もう挨拶とか、迷惑をかけないってことだね、ねうん、やっぱり。はい、そうですね。それが一番やっぱり大事だなと思ってるので、他にも細かいことはいろいろあるんですよ。ゲームは1時間までとか。ああ、そうかそうか。まあでもそれはなんかありそうありそう。ね、どの家にか、ね。よくある、そうでよくあることだと思います。うんうん うん,う,んうん、うん、うん。わかります。<laughs> 何か、あの、しつけとか子育ての考え方で、あの、うん、旦那様と何か意見の食い違いがあったりとか、そんなことはありますか食い違い、今のところはないですね。うん、もうなんか、元気でいてくれれば、それでいいっていう感じかな。うんうん、なんか別に。そうだね。そうだよ、ね。教育熱心というわけでもないし、うんうん、あ,あ、なんかあとは、 なんていうんですかね、得意なことを伸ばしていってほしいなと思います。いい苦手な、そう、苦手なことがあるから、そこで、なんか、なんていうんですかね、くじけたりしないで、まあ、得意なことは誰でもあるから、得意なことにフォーカスして伸ばしていってほしいなっていう感じかな、うん、でも、ちょっと優しい。な優しいお母さんのイメージがある。<laughs> 全然そんなことないです。お母さに。 怒るときにはめっちゃ怒りますから <laughs>。怒りますよ。怖 <laughs> い<前>です <laughs>。<laughs> そうですね。やっぱそこはね、あの、ちょっとんですかね。うん、バランス、バランスですよね。怒るときにはやっぱりちょっと怒って。でも優しく褒めるときには。うん。もちろん。でもじゃあ逆に、ごめんなさい、これ質問のリストになかったんだけど、水木さんはどんなときに子供をしっかり褒めたいと思いますか うーん褒めたい時かやっぱり努力してそれなんていうか努力のまあ結果が出なくても努力したらかな例えば最近で褒めたことは何でしょうね上の子だったらそろばんの検定を受けて、まあ、受かってその時に褒めたかな。 あまあその受かるまでもたくさん練習して宿題も頑張ってたので、うん、よく頑張ったねっていうことですかね。うんうん、そうだよね。<laughs> やっぱり褒めるっていうこともすごく大切だよね、きっと。うん、そう思います、うんえ。じゃあね、次の質問なんですけど、あの、この本の中には、親の顔が見たいっていう表現も出てくるんですね。で、それは、親のしつけが悪いと、まあ子供を、ひ 子供を中、子供を叱るより、その親、親に責任が問われるというか、親を批判するっていう、これ表現だと思うんだけど、はい、まあ実際、なんかそういうプレッシャー、親としてなんかプレッシャーってありますかあります。あります、<laughs> あ,りますあります。んなんかこれはちょっと具体的なエピソードなんですけど、はい。小学生の息子がいるんですね。で、やっぱりいろんな子がうちに遊びに来るんですよ。で、 その子供によってやっぱり挨拶がしっかりできる子もいれば全然挨拶しないで入ってくる子もいるんですね。で、そうすると挨拶しっかりとお邪魔します。こんにちはおし、お邪魔します。ってはっきり言える子はあきっと親御さんがしっかりしつけてるんだろうなって、しっかりした方なんだろうなって思います。でも逆に全然挨拶しないでこんにちはも何も言わない子だと大丈夫と思います。だからうん、うん、あるある、それ,ね、<laughs> それあるあるですよね。 逆に自分の子供も言ってるんですよ。挨拶しなさいよとか邪魔します。靴もちゃんと揃えなさいって言ってるけど、うん、ちゃんとするかどうかは私、うん、見れないし、そうです、ね、こでの子供、遊びに行くので友達に。だから心配ですね。ちゃんとできてるかなっていうのはう。だから逆に自分がそう思っちゃうだけに、 あ、うん、その、他のお母さんにそう思われてたらどうしようみたいなプレッシャー。ーそ,うそ,うそうそう、あります。あやっぱり大変だな。でも、やっぱりそうや、うん、あごめんなさい、どうぞ。うん、親の責任はかなりあると思います。そういう。うんそっか、そっか。えー、でも、 難しいですね。なんかそのプレッシャーになりすぎてもなんかできないけどでもなんか子供に自由に伸び伸びと成長してもらいたいけど。もちろんもちろん。もろんんでもやっぱりそういうなんか基本的なマナーが守れてないとどうしてもそういうなんかいくらその子がとてもいい子だったとしてもちょっとなんていうの印象が悪くなっちゃってうん,なんていうんですかねやっぱりその子にとってなん,なんていうんですか。 不利になってしまうというか、うんうん、あ,あんまり良い,い、よく思われないので、やっぱり基本的なマナー、うん、挨拶とか、うん、大事だなと思います。うん本当だねえ。じゃあ、会社の中ではどうだと思いますかまだこの本の話なんですけど、うん、この本の中では、会社でもなんかしつけの考え方があって、で、会社でしつけの役割を担うのは、 自分のその会社の中の上司や先輩ですって書いてあったんですね。で、水木さん、ね、会社員の経験もあるので、ね、昔あったので、ね、その会社の中で、はい、まあ、若手の時に、その先輩とか上司から、しつけって受けたことはありますかねしつけと言っていいのかわからないですけど、うんうんま、新入社員の頃は、研修期間があって、 その時は合宿、みんなで合宿行って、多分200人かとか<ー> <laughs> で、<ー>なんか海の方に行かされてうん、うん <laughs>、なんか、えっと、前、起きる時間も決まってて、起きたらすぐみんなで走るんですよ。ンングえぇ、ー、上級生まであったの<笑><笑>そうそうそう。うそれでなんか海に向かって、 おはようございますって叫ぶんですね。わ<拶>それで挨拶の仕方を勉強するってことですか <laughs> なんかよくわかんないんですけど、大きな声で挨拶する練習して、で、それも大きな声が出るまで何回も、はい、やり直し、やり直しって、うん、させられるで,、ね、でも多分、なんか大きな意味でしつけ、まあトレーニングしつけ入ってるかもしれませんね。そうですね。うん、なんかなんでしょうねあ。やっぱり挨拶の大切さなのか。うん、社員研修みたいなね。なんうん。うん、みんなでこう、一致団結、グループ、 集団意識みたいなのを高、うん、めるためにあ,るあ,るあります <laughs> かなか挨拶厳しかったですね敬語とか敬語もちろんなんか。 あのビジネスマナーの本を配られて、それでもうみっちり敬語とか、あと電話応対の仕方とか、名詞交換とか、いろんな研修は受けましたね。うんうんうん、いや、懐かしいですね。私も、ま、日本で仕事をしていた、いろいろ仕事をしていた経験があって、敬語とかその電話のマナーで言えば、私あのコールセンターで銀行で1年間あの派遣社員したことがあるんですね。<laughs> で、入った時にもうみ結構、 あの、マニュアルみたいな本と、あの、トレーニングセッションがありましたね。ああ、はい、銀行は厳しそうで。うん、厳しそうでした。<様>うん、もう今ではね、もうそれは覚えてないんだけど、かなりあの、うんうん、フレーズがありましたね。こういう時にこのフレーズを使う,う。マニュアル<ー>マニュアル。コールセンターだったから。うんそうなんだ。すごいですね。あ,あとは、私はね、公務員で学校の先生だったから、その1年目の時、うん、本当にあの、 大学卒業後の1年目ですよね。あの、夏休みに、あの、研修ありましたね、やっぱり。へえ、どんな研修ですかそれこそ、やっぱグループワークが多かったです。おお、うん。<ー>うん、そのなんか、合宿みたいなね、<laughs> その先生、その新人の先生が集まって、で、あの、泊まりがけで、いろいろな、この、グループのアクティビティをするんですよ。あ、そんなことを先生はやってたんですね。うん,うん、うん <laughs> <ー>。今もあるかどうかわかんないけど。 でもありそうだなで、なんかそれも、もうまさしくそれで、集団で何か作って発表するとか。うん、で、その A チーム、B チーム、C チームとかでなんかこうスポーツで競い合って、集団意識を高めるとか。わかる。あります、<laughs> あ,りますあります。なので、うん、まあ、しつけとはちょっと関係がないかもしれないけど、でもなんかものすごく広い意味では、なんかそういう、な、うんか、 まあ、研修ですよね。うんう,んうん、う,んうん。そうですね。うん、そ,うそうそう。だから私は、あの、営業、営業部に行って営業が仕事だったので、やっぱりなんか営業は会社の顔だ、みたいな。言わ,てて <laughs> 言われる言われる、うんうんう。なので、まあ、ちゃんと私がしっかり責任を持って仕事をしないと、あの、会社は何なんだ、全然なんかちゃんとしてないって言われちゃって、うん、で、ゆくゆくはその、 なんていうんですか仕事が減るかもしれないっていうふうに言われてたので、だからしっかり、しっかりし,かりしなさいって言われてました。そうだね。<laughs> ちゃんとん会社の顔、よく言われる表現ですよね。<laughs> う,んう,んうん。うん。わすごいね。よく営業とか。 やりましたねいや向いてな。向いてなかったです。<laughs> 本当にそうか。なんかだってバリバリとしたなんかさ、すっごい大変なね、やり手のイメージじゃない営業って。そうですね。本,本当に本当大変な仕事です。あれは。うん、お疲れ様でした。もうやりたくないです <laughs> 本、ね。本当だ。本当お疲れ様ですよ。え、じゃあ、あの、これなんかすごく全体的に同じような話になっちゃうんだけど、 結局、この今話した、しつけとか、その水木先生との、ポッドキャストの、あの、動画でも話した、叱るとか、研修とか、その集団とか、すべてなんか、内と外につながってる気がするんですね。うん、あのこの本の内容も、第一章の大きなテーマは、内と外。内と外。っていう価値観。で、なんか最近よく聞くのは、 なんか、うちと外っていう価値観って日本ですごく大切だけど、でもそれに縛られちゃって、なんかストレスが溜まるなとか、なんか自分らしく生きるのが大変だなみたいな意見もよく聞かれるじゃないですか。ぶっちゃけ日本人として今日本で生活していて、ちょっとでも生きづらいよなって思うことありますか なんでしょうね。うちと外で考えると、私は今、うん、なんか、どの組織にも所属してないフリーランスなので。そっかそっか、<laughs> フリーランスだからね。だから、本当に自由に生きてるから、うんうん、あんまり今は生きづらさは感じないんですけど、まあ、会社にいた時とかは、やっぱり、なんていうんですか、私が例えばミスしたら、それは、 聞いては上司,の上司の責任とか、その会社全体の責任になって、会社全体が謝らないといけない。私がミスしても、上司も謝らないといけないし、会社も申し訳ありませんとか言わないといけない。っていうのは、そういう意味で、まあ、なんていうんですかね、うん、大変だなあと思います。あとは、そうだな、うちと外で言うと、うんなんか、例えばマスクの。 と<あ>と考えるあのあさってからですよね、うん、日本でちょっとルールが変わるのはちょうどいいタイミングで3月13日からう,うんうんうん一応ね13日からマスク外していいってなったけどでもまあその集団意識が強い日本なのでどうでしょうねマスク外すかなと思って <laughs> 外すのなんかなんてうんですかねやっぱり目立ちたくないです ので、いや、<laughs> これあの、ちょっとしばらく時間がかかるでしょうね。そう,そうそう、人を見ながら、ね。そうそうそう。しかもなんか今春だから、春が来るから、花粉症の人も多いから、結局ね、マスクつけてる人、そのままではないですか、多分。うそうですね。も私も花粉症ひどいので、多分、外ではマスク。 けるかなでも夏はすごく暑いですから、うん、蒸し暑いからマスクできれば外したいですけど、うん、でも目立ちたくないという気持ちの方が強いので、うん、ま周りを見ながら判断すると思いますそうね場所そうねまさしくそうですよね、うん、場所を見ながら場所と周りを見ながらねそう,そうそう,そう,うでも学校の方針はどうなんですかその13日から うん、えっとですね、私の息子の学校は4月からはもう個人の自由に委ねるって連絡が来ました。だから息子はもうあのマスクしたくない。やった、うん、!4 月からはしなくていいんだうん、うん、<laughs> っていう感じで。いいでね、喜んでましたけど。意外となんか子供たちの方が自分の意見のまま行動できそうですよね。 でも大きくなればなるほどやっぱり恥ずかしさが出てくるみたいでうん、うん、もうこのマスクしてる顔にみんな慣れちゃってるから今から外せないみたいな <laughs> そうそう子どもも結構高学年になると多いみたいですね。うんうん、そうだねなのでこれが面白いねなんか大きくなればなるほどやっぱり周りの目を意識しちゃうところも出てきますね, <laughs> 本すね日本だとそうですね。うん そ,そっか。じゃあ今日は何か、なんかしつけの話からね、その集団意識とか。 であの、会社の話と、あと、マスクの話まで展開して、とても面白い内容になりました。でも、あの、水木さんも、あの、この本ね、あの、持たれてるっていうことで。はい、持ってます。あの、なかなか面白い内容ですよね。面白いですよね。すごい分かりやすいし、日本人が見ても、あ、確かになるほど、なるほどって、こう、なんか、すごい新しい発見があって、面白い本です。おすすめですね。おすすめですね。でも、まあ、 あの、実は本当にケースバイケースだし、まあ本当に少しずつ日本もゆっくりなペースだけどいろいろ変わっていってると思うのでね。うん、はい。そうですね。うん、そうです、そうです。じゃああの、今日はここまでにしたいと思うんです。どうだったかな、はい、多分、おな、面白い話になったと思うんですけど。<laughs> <laughs> そうだといいなはい。<laughs> はい。じゃあ、の、みずきさん、<laughs> 今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、ぜひまたコラボしましょう。はい。また。よろしくお願いしますあ。ありがとうございました。はい。